画面の前の皆様こんにちは、メルクラでございます。今回はですね、アンダイングと呼ばれる、ゲームをプレイしていきたいと思います。こちら体験版なんですけどもね、もうすでにね、悲壮感あふれてるこの、タイトルになってるんですが、ゾンビのサバイバルゲームとなります。ゾンビ系のね、噛まれた母親が感染がね進んでいく中、タイムリミットがあるわけじゃないですか。ゾンビになってしまうという、このゾンビになるまでに息子を守ったり成長させたりするっていうのが目的のゲームと、もうちょっと最初から泣かせに来てる感はあるよね。これの日本語が対応したということらしいんですが、今のところまだ対応してません。デモ版なんで、まあついでに言うなら最初の音量でかいです。幼芸あるあるです。幼芸は今すぐ音量を半分以下で最初設定してください。そんぐらいでかいです。はい、これ息子との物語でしょうね。おそらくゾンビになる前の母親なんでしょう。ところが、あるハプニングが起きまして、ゾンビが溢れ出し、噛まれてしまうと。息子を守ってね、であっちに逃げろということなんですね。これはですね、まあおそらくサバイバルゲームなので、リソース管理とかそういったものが非常に重要になってくるんじゃないかなと。まあ、音量でかくなってるんで、私大きめの声で喋っておりますが、皆さんに声が届いていますでしょうか。大丈夫かな。死ぬほど音でかくて、ね、びっくりした。はい、シネマティックの部分が終わりました。ここから本編が始まりますね。お母ちゃん、あんたの手大丈夫かいっていうあれでしょうね。お母さん、皆さんはママと呼ぶ派ですか、お母さんと呼ぶ派ですか、母ちゃんと呼ぶ派ですか。なんかどういうもの探しましょうみたいな感じで、私がお母ちゃんです。デイ1がこんな感じで進んでますね。あ、チェック、コーディのステータスを見ようと。コーディ大丈夫、あなたどこも噛まれてない。あら、喉乾いて、喉乾いてるわね。クリーンウォーター。いえ、飲みなさい、あなた。そうよ。いいわね。元気出しなさい。よ？バックをチェックできる。他のも、コーディは水を3つ持っていて、私は、メタルプレートにメタルパーツ。まあ、クラフトするやつでしょうね、おそらくね。お母ちゃん、あんたのために働くかね。お、水。ここあるかもしれないね。はい、来ました。コーディにこれ渡しておきましょう。で、私が母ちゃんにはこれね。OKOK。 あ、飯がここ、見てください。でも水が、私もトイレの水飲むかしら、あんなバカな。いや、どうせ死ぬからさ、水なんだっていいんじゃないかっていう気になってくるんだが、それを最後まで人間の尊厳を保っていくっていうのが、まあ重要だよね。レター、誰かここに住んでた人の手紙なんでしょうか。まあ人ん家だからね。これ何だ、資材かな。まあこれでクラフトしたりするんでしょうね。木材と、布切れみたいですね。まあ私が持っときましょうか。他にも探しましょう。コーディのスキルチェックじゃない。大丈夫か知らなかった。え、水、まだ、え、ちょっと待って、水全然飲めてないじゃない。ちょっと待って。あなた水飲んでないじゃないの。これ飲みなさいよ。飲みなさい、あなた。どうしちゃったの、持ってるだけじゃ潤わないわよ。お、
お父さん？いや、お父さんいないよ、私たちには。マン、お母さん。聞きたい、今の。バックヤード。お父ちゃんだよ。ジェイコブっていうのがお父さんっぽいですね。だいたいあれだからね、こういう時お父ちゃん死んでるからね。ゲットザバックヤードの生き方を探せみたいな感じみたいですね。まあでもお母ちゃんも死に行く運命なんで、お父ちゃんにやっぱりこのコーディの命運を託したいっていうのはあるよね。ワークベンチ、ガレージにあるワークベンチを、まあ、修理しろっていうミッションですね。まあ、おそらくこれに部品とかが必要なんでしょうね。まあ、サバイバル何でもそうですけど、ワークベンチが重要になってきますから。お、あります。私がアップグレードしましょう。あなたそこにいなさい、コーディ。コーディ太郎。よし。どんな問題？なんか作るバット、なるほど。しかし今バットを作るべきではないでしょう。ウェポン、クラフトウェポンって書いてあるね。じゃあウェポンなんか作っちゃおうかしら。こちら、私が作っちゃう。あ、待ってなさい。これよ。はい。そしてブレイクザウェイ。ああ、でかいプレートを壊して、壊せと、いうふうになってますが。ああ、これネクストレベルなんだ。結構ありますね。作れるもの。こういう感じでしょうね。なるほど。で、さらに、チェックバック。これ。装備できるのかなっていうか、お腹、私水やばいね。水やばいな。アルコール、ちょっとそれちょうだい。私のせい、私が飲むわよ。いちいちお母さんっぽくないんだよな。あ、ウェポンを装備しろって。はい、装備しました。うん。これを壊せってことかな、これね。アタックは？こう！これ立てんの？ああ、壊れたぜ。お、お、ちょっと、コーディ。お、ちょっ、やめ。危ねえな、コーディを。あたいの愛する息子、なんてことさ。来る、怯えてばっかりじゃ生きていられないよ、あんた。うっしゃ、うっしゃからのフルスイング。頭へフルスイングできるのは。お、Thanks、ありがとう、お母さん。怖い。父ちゃんが、父ちゃんどこ、父ちゃんが恋しい。泣き言を言うんじゃないよ、あんた。ええ。軍になんか助けに行ってるみたいな、感じですね。彼を探そうと、メディカルチーム、なるほどね。レッツゴーファインドザッツ、父ちゃんを探しに行こうよ。これだけ勢いあるけども、最初のゾンビでもう死ぬほどビビってたけどね。コーディ、これ取りなさい。怖がってる場合じゃないよ。これ取りなさい。そう、あなたの救急キットだ。そして、あ、これは、あ、手を握るということも可能なんだね。何、あ、ガソリンで、あ、どうやらあのなんか動かせるようですね。ドワイズブロック、なるほど。これは壊せないわけだもんな。ゾンビからもアイテムあるんだね。アンロック。これが使えるのかな。なんか食べ物ないかしらって言ってるね。
腹減ってんのコーディ。おしよしよしよし、仕方ねえなコーディ、これでも食え。仕方ないね。コーディのちょっと様子を見てみましょうか。チェックしてみましょう。大丈夫？あなた強気いきなさい。ちょっとお腹減り始めてきてんだね。少し我慢しなさい。何かしらこれ。コーディ、あなたが取りなさい。これは私が持つものじゃないわ。なるほど。コーディ来なさい。私についてきなさい。勝手に外出ちゃダメよ。お、お母さん。何でしょうか。大丈夫よ。人はいつだって失敗するものよ。これ何？うん。デイ2。あ、結構水とか出てくんだね。あ、ね、休まないとダメって。ん？寝ろってことだね。ゲットサムレストということで、あ、ちょっと待って、これ。ちょっと、取っといて、それ。大丈夫かしら、あなた。怪我はないかしら。大丈夫そうね。じゃあ、寝ましょうか。ソファーで寝る感じじゃないのかな。まあ、2階に大体寝室ってあるので、2階に行ってみましょう。ちゃんと2階に行きましょうってなってますね。お母さんとしてあなたを守る。おやすみ。お、6時間睡眠はしたいところだが、5時間睡眠で行きましょう。いえ、なんとなくこんなとこで熟睡してたらゾンビいつ来てもおかしくないからね。お、何してんの。え、 What are you going、 どこ今からどこ行くの。ああ、町。なるほど。地下鉄調べに行こう。うん。あとは食べ物。みたいなこと言ってますね。でも腕大丈夫なのって、うん。心配して、いい子だね。私は大丈夫。大丈夫。バオベイ。なんだろう。まあ、なんだろう。バオベイ。元気っていう証拠かな。わかんない。英語微妙だから。私バオベイっていうなんか元気が一番みたいなあれかな、もしかしたらそういうやつかな。これはあたいが持つものよ。これ何、これこれあなたが来なさい。お、来た。一瞬で来よったな。ちょっと私ご飯を食べたいわ。そろそろご飯いただこうかしら。うまい、うまい、うまい。水も飲もうかしら。うまい、うまい。あなたは今日食事なしよ。大丈夫でしょ。わんぱくなんだから。いや、ダメだな。水与えないとまずいわ。まずは、飲みなさい、コーディ。そうよ。言われなくても飲むのよ、喉が渇いたら。それが人間ってものよ。まあ、食べ物どうしようか迷っちゃうけど、まだ半分なのよね。なんかあるかな。持てる数も決まってんだね。私が持ちましょう。アルコールはコーディに。うん、鎮痛剤もいただきましたね。2階はこんなもんかしらね。これ何なんだろう。うん。なんか礼拝堂みたいな、中国のあれみたいですね。仏壇みたいな。うん。シュラインこれ。あー。これ、ここでセーブできるみたいです。どうやら。セーブ所みたいですね。なるほどね。シュラインでゲーム、セーブするということみたいです。これ何？ブロークン。ん？はあ、壊れたなんか、メディカルステーションなんで、ここで薬剤系作ったりするんでしょうね。これにプランクとメタルパーツを持ってくれば、修理できるということみたいなんで、積極的に持ってきましょう。なるほどね。これなんだ？ゲームカードリッジ。
コミックブックこんなのはね今いるものじゃないのよ。今ポケモンとかやりたいと思ったでしょ。コーディダメよ。今はそういう時ではないの。私たちは生きねばならないのよ。さてアップグレードもできるんだこれ。ほう、そうなんだね。私たちは生きなきゃなんないね。あ、服まだあの子着てないんだ。服布にできるね。これあれかな、服着させることできるのかな。あー、なるほど。これはどうやら服は布に変えてしまった方がいいみたいですね。うん、あよっと、これでいいかな。じゃあちょっと行ってきましょうか。なんだこれ、あウィンドウも直せんの。ここが拠点になっていくんだ。これ何、あワールドマップに行けるっていうことみたいですね。シティー来た。タイムコスト2時間だって。マイナス6が割と、行ってみましょうか。うん、息子も一緒に連れていくんだねこれ。あんた離れないようにすんのよ。ゾンビが来たらやばいからね。よし、ちゃんと武器持ってるな。ふむ、行くわよあなた、ついてらっしゃい。ここで行きなさい。お、何かいいもの出てくるかもしれない。エアプリー、ガソリンはなかった。何かしら地下鉄の方に行った方がいいんだけども、ストレージボックスとかないかな。こんなのこうよ、ママを見てみなさい。こんなのこうよあなた。ゴディ取りなさい。あなたが重いものは子供が持ちなさい。ほう、缶詰を持ちなさい。持てないの？大丈夫ね。ほう、水は私がもらうわ。おいしいおいしい水よ。なんだこれ、よくわかんないけどいただくわ。スナックじゃないの、これ何かしら。あ、メタルプレートじゃないですかこれ。あ、ちょっと待って、これ、あ、炭と、うわ汚い水。ちょっと置いときましょうか。荷物が多すぎるんで、ちょっと一旦ここは置いといて、まあいつでも来れると思うんで、地下鉄の方に行きましょう。まずは来なさい。こう、何の声かしら。地下鉄に行くわよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。さてと来ましたわね。お母ちゃんについてくんのよ。うん、無賃乗車行くわよ。ほほう、バンドエイド、いいわね。なるほどね。地下鉄のやつですか、これは。資料ですかね。なんか、あはー、何があるのかしら。ちょっと開けちゃいましょう。ちょっとお腹減ってきたね。何が入ってんのかしらね。この地下鉄にきっとすごいものがあるのよ。パーツ、いいね。え、もう持てないと。なるほど。ちょっとアイテム使いましょうか。うん。で、水は、この、まとめることできないのか。まあ、お腹が減ってるので、食べ物を食べたいなと思いますね。これを、まあ、私が、まず食べさせていただきます。そして、コーディも、まあ、多分そろそろ、コーディ食いなさい、あなた。
美味しいよね。そして水は私がいただきましょう。これスタミナかな。コーディの様子ももう一回ちょっとチェックしてみましょうか。体調大丈夫？水と食べ物まだ必要みたいですね。じゃあ水コーディにまずは飲ませて、はい、で缶詰がこれコーディに、どう？これでいいでしょ？うん。で先ほどのアイテムを回収すると、ビスケットじゃない、お、もしや、あ、いいねいいね、これはコーディかな、もう持てないか、結構持てないな。スナックを、救急キットは重ねることができないと。これ一回ドロップしときたいけど、なんかアイテムをあれだね、本当家にストレージボックスがあればいいんだけどね。持てなくなったら一回家に帰るのありだけどね。19時か、ちょっとスタミナが微妙なので、多分あの雷マーク、うん、一回家に帰りましょう。あんまり無茶すると死んじゃうとね、元も子もないからね。来なさいコーディ、夜いないと危険なのよ。ゾンビ映画って大体そうでしょ。家に帰るわよ。はい、歩いて帰るわよ。さあ寝ましょう。もうこんな時間よ。22時には寝るわよ。また、あ、水分も減るんだねこれ。結構、まあ、寝てる間水分減るっていうもんね。脱水症状になるっていうもんね。な夢、誰の墓、これ誰の墓かしら。メイリーちゃん、ママごめんなさい。あ、お母さんのお母さんだ。なぜアメリカに行ったのか、理解した。あ、母親と離れ離れになったんですね。もともとは中国出身の人なのかもね、お母さんは。どうしたのって。何でもないわと。うん、あなたのおばあさんよ、おばあちゃんよと。うん、あなたは とてもとても愛してたの。お、今度誰だこれ、おじちゃん、あれ、ジェイコブ、え、ジェイコブ氏、この人誰。気にしないで、心配ないわと。行きましょう。え、ジェイコブ死んでんの、これもしや。お、ちょ、コディ、コーディ、ノー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 、コーディ、コーディ。なるほどね、そういう悪夢を見てしまったわけだ、デイスリー。まあそれゾンビ噛まれてるからね。これはまだ、うん、足りないね。荷物置きないかな、作れないか見てみましょうか。ストレージボックスみたいな、このままだと荷物がめちゃめちゃ、あ、バック、おー、なるほどなるほど、 あったあった、ストレージボックス、うん、そうだね、こういうのを、うん、まあ送っときましょうか。銃は持っときたいですね。ピル。
食い物でメタル、水はちょっと持っていかないとね。銃はいざという時のために取っておきましょう。こんなとこでしょうか。これラグビーボール何の役に立つんでしょうか。うん、さて、いらない服はちょっと分解しちゃおうか。あ、プランク作れるね。これまず布にして、はい、プランク作れるね。ウッドとメタルパーツでいけるね。ただだ、今必要なものは他にもあるんだよね。ん？あ、ラブプレイングベースボール、あ、こちらじゃ。この中で腐らせないで水を入れとくことができるってことなのかな、おそらく。あ、これで窓を修理することができるみたいですね。ああ、ここにもなんか、ああ、いや、いろんなもの修理しないといけないのか。この家を守るのって大変なんだね、結構。じゃあ、いらないものはとにかく中に入れときましょう。コーディのアルコールもね、ちょっと今んとこ何に使うかわからないんでね。チョコレートとかこれ絶対食い物としては必要なんで。ビスケットね。うん。結構あれだね、荷物入れられるね。よし、これでいきましょう。ちょっとご飯食おうか。コーディのバッグが、ちょっと待って、コーディ、ちょっと待って、コーディのバッグ、あ、あったあった。じゃあ、私いただきますよ。美味しいわね。コーディ行こうよ、あなた。あ、ストーリー始まった。そうよ。これが、ハーモニカ。どういう、うまいでしょ？うまいって言いなさい。どうかしら、名曲だったでしょ。教えて、また今度ね。今度教えてあげる。大丈夫、体調は。うん、飲み物と飯も重要ですけども、旅先でゲットしましょうか。行くわよ、ワールドに出るわよ。なかなか面白いね。なかなか面白いよ、これ。さっき取れなかったアイテムとか取りましょうか。これ、でもこのバールももう壊れちゃうね。そろそろね。おお、めっちゃある。うん。行きましょう。地下に何かあるという話ですから。いい声、ついてきなさい。私の手を握るの。取れなかったもの全部取っていくわよ。ここの地下のやつを全部片っ端から、こうよ。ちょっと間違ったボタン。ボタン間違った。正直ボタン間違ったわ、今の。うん、お、こっち側から行けるみたいね。来なさい、コーディ。ブロークンランプ。ん？あ、これプランクでこの先に行けるようになるってことなんだ。ああ、そういう道の開拓の仕方もあるんだね。なるほどね。うん、なんかでもこっちにめっちゃ行けるね。プランクちょっと作ったらまた来ましょう。ん？なんだこれ。この先に行けるって言うのか？どれ？行こうか。来なさい。行くわよ。あたいたちの実力見せてやろうよ。ソルジャーがいる。チャンネル登録は。
PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方、彼女と一緒にオンにしてみてくださいね。彼女がどっかに生きてるんでしょうか。